円州鉄道、円鉄バス2809号車系 CMP747M 浜松駅、バスターミナルで待機する E ウィング、610号車、牧野原 S 上で、休憩のため停車する E ライナー、738号車、円鉄バスとは、円州鉄道株式会社が運営しているバスである。様々な施策を試行錯誤して取り入れるのが、 特徴的で、早期の初乗り100円の導入、アイドリングストップ時の音楽再生など、様々な施策を行っている。この点の詳細は、特徴的な施策を参照されたい。一般路線バスは、遠州地方の浜松市、岩田市で運行している。かつては、古佐市、周知郡森町、袋井市、掛川市並びに、愛知県、東三河地方の南下楽群来町、 豊橋市でも一般路線バスを運行していた。デイライト運動は行っていない。ただし、狭いな通学路などでは常時点灯を実施している箇所もある。トワイライト運動は行われている。縁鉄では日中や夕刻、早朝などに点灯させる際にはヘッドライトを使用せず、フォグランプと車服灯のみを点灯させることが一般的となっている。また、 ヘッドライト使用時もフォグランプと社服灯を併用し、信号待ちなどの際にはヘッドライトのみを消灯させ、先2灯のみを点灯させておくことが多い。オムニバスなどと表記された社名表示灯は、車種により点灯することができるものとできないものがあるが、点灯できる車両でも点灯させるかどうかは乗務員の判断による。なお、当社では原則として、 晴天の日中の運行時は、実車中を含め室内灯を消灯、改装時は夜間を含め室内灯を消灯して運行する。鉄道事業など他事業の遠隔は、遠州鉄道及び遠州鉄道鉄道線を、バス車両の遠隔については、車両の遠隔参照のこと。遠鉄バスの営業エリアにおいて、初めて乗り合い自動車の運行が行われたのは、1918年に、 浜松自動車が浜松と二股、森と袋井を結ぶ路線を運行開始したのが始まりである。翌1919 19年に、湖西自動車が和志津と三河日を結ぶ路線を運行開始、1920年には、本大地名が浜松から掛塚を経由して、岩田に至る路線を開設したほか、万歳自動車が、浜松自動車の路線の引き継ぎ焼きが、 弁天島方面への路線を開設した。浜松自動車はこの時に廃業している。1921年には、坂下自動車商会が浜松とうみを結ぶ路線の営業を開始しており、これらが、円鉄バスのルーツとなる路線といえる。1923年から1929年までに、かけては小規模なバス事業者が乱立したが、 路線が競合することも多くなったことから、各社間競技の上統合の方向に進むことになる。1929年に、火災自動車、万歳自動車、円州自動車、坂下自動車の4社が合併して、浜松自動車が成立し、車体の色も銀色に揃えたことから、銀バスとも呼ばれた。今日でも、円鉄バスのベースカラーは銀色であるが、 この時から始まったものと言える。1933年には、かけつか自動車が、寺田自動車商会とキング自動車を買収したほか、静岡電気鉄道からも一部の路線を譲り受けて、規模を拡大した。また、1931年には、遠州自動車商会と秋葉自動車商会が合併し、遠州秋葉自動車として設立されたが、 同社は1937年に高木安次が運行していた三作母線、佐久間線を買収し、北園地区全域に路線網を拡大した。一方、1907年には浜松鉄道が発足し、同社の路線は1919 19年に遠州電気鉄道に事業を継承されているが、この地域に発達したバス路線網と鉄道線の競合が激しくなった。 自社鉄道線の防衛のため、1927年に、遠州電気鉄道もバス事業に参入した。遠州電気鉄道は、周辺バス事業者の買収や、資本参加などで次第に営業エリアを拡大していった。また、同時期に軽便鉄道路線を運行していた浜松、電気鉄道も、競合していた秋葉自動車運輸と合併することで、バス事業に参入した。他方、 浜松市内では、大正時代から市営による乗り合いバスの運行計画が何度か立案されていたが、財政事情や社会情勢から見送られていた。1936年、浜松市では、浜松循環自動車と中田島自動車を買収し、5路線で市営バスの運行を開始している。日中戦争の勃発によりガソリンの供給規制が行われると、 不要不急の路線は廃止され、工場や勤労奉仕者の輸送に重点が置かれるようになった。1942年には、戦時統合の運輸省通帳により、静岡県内を3ブロックに分割した上で統合するように指針が示された。これを受けて、各社間で調整が行われ、6社の合併と4社の営業譲渡により、 新会社を設立することとなり、1943年に演習鉄道が発足したのである。第二次世界大戦が終戦を迎えたが、浜松市周辺には軍事工場などが多く立地していたことから、浜松市は空襲によって大きな被害を受けていた。バス車両も空襲で消失、破壊されたものが多く、終戦時点の演鉄バスの稼働者は50代。 市営バスに至ってはわずか6台が残ったのみであった。稼働車両をかき集めて復旧に努めたが、復興が軌道に乗るまでには期間を要した。この間、国鉄バスから三作母船の上渡要請があり、当初炎鉄は反対の立場を取ったものの、復興の見通しがまだ不明瞭だったことに加え、早期に路線運行が再開されるのみならず、将来は、 鉄道が開通すると解釈した地元自治体が国鉄バス運行に賛成の立場を取ったため今後炎鉄バスのエリアに国鉄バスの路線計画を行わないことなどを条件に1946年に三作母線を譲渡した1947年以降は復興も本格化し1950年にはほぼ全路線の復旧が終了した 1952年にはガソリン統制が解除されたことに伴い、代用燃料車両を全廃。1959年には全車両がディーゼルバスに置き換えられた。1955年からは安全、迅速、快適をスローガンとして掲げ、ほぼ全路線で増便を行い、待たずに乗れる煙鉄バスという基盤を作った。1958年には、 炎鉄浜松駅乗り入れが実現し、1959年からは、幹線ダイヤのパターンダイヤ化が行われたほか、長距離路線や、急行便の設定、さらには非祝日ダイヤの導入による合理化が行われるなど、今日に至るまで続く、炎鉄バスの事業基盤を形成している。1958年には、佐久間ダム完成に伴い、 浜松から佐久間へ直通する急行便の運行を開始したほか、1959年には浜松定期観光バスの運行を開始するなど、観光需要の増加に対応する施策が目立った。また、国鉄バスとの運輸協定により、浜松と豊橋を結ぶ直通便の運行が開始されたほか、1963年には、 静岡と浜松を結ぶ急行バス、静岡浜松線の運行が、静岡鉄道、大井川鉄道との相互乗り入れにより開始された。同年には、観光バス需要に対応すべく、浜松観光営業所を開設している。また、1964年に、東海道新幹線が開業すると、 浜名湖と立山寺温泉への観光客が増加したため、立山寺温泉を起点とした定期観光バスの運行も行われた。このほか1966年には名古屋鉄道や豊橋鉄道と協定を結び、浜松岡崎線を開設、愛知県へも路線を伸ばした。なお、1962年に開業した浜名湖観光自動車は経営者の救世により、 実質的な経営権が、炎鉄に移ったため、1969年に、効率化のため浜松観光自動車と合併している。1969年には、東名高速道路が開通したことに伴い、東名急行バスに、資本参加したほか、静岡浜松線を高速道路経由に変更し、名称も、東名浜松静岡線となった。また、 名古屋鉄道と協定を結び、浜松岡崎線を高速道路経由にした上で、名古屋まで延長し、透明名,名古屋線として運行を開始した。同年には、炎鉄グループのシンボルマークとして、小鹿のバンビが制定され、自社で募集する、会員制ツアーもバンビツアーと命名され、積極的な営業を展開したほか、1970年には、 名古屋にも貸切バス営業所を開設し、観光バスの営業エリアを愛知県内全域にも拡大した。しかし、この頃からモータリゼーションの進展に伴い、利用者数が伸び悩み傾向となったため、路線網の見直しが図られた。高需要路線については、きめ細かいダイヤを設定することで、利便性を拡大する一方で、不採算路線の整理が進められた。 また、浜松市内の渋滞に対応して、長距離の路線については、浜松駅で、系統分割を行って対応した。また、都市間路線も乗客が減少したために、佐久間線が1971年に、東名名古屋線が1975年に廃止されている。この他、1971年には、電車とバスの連絡定期券を販売開始し、 利用促進を図っている。この連絡定期券は当初は乗り継ぎ割引がなかったが1979年12月に乗り継ぎ割引が設定され値下げしている。また1978年には奥山線の一部でデマンドバスの運行を開始した合理化と車掌不足の解消を一挙に行う方策として1966年5月から 浜松市内の浅田循環線、スケノブ線においてワンマンバスの運行を開始した。当初は全区間均一運賃の路線のみ実施であったが、1968年からは宅間制運賃路線でも整理券方式によるワンマンバスの運行を開始、1975年までには全路線のワンマン化が終了した。ワンマン化の過程では、 1970年頃に前中、引き戸や前後扉という配置の車両も試験的に導入されたことがある。また、1970年からは一部の車両で冷房車の導入が開始され、1987年までには全車両が冷房車となった。なお、1974年には系統番号が導入されているが、1981年には、 カラー方向膜の採用と同時に方面別に再編成している。1980年代に入るとバス業界では先区とも呼べるサービスを次々と展開するようになった。1984年からは山間部の路線においてフリー乗降制度を導入した。また、通学路線では学校に直行するモーニングダイレクトも新設された。 モーニングダイレクトは1986年度に運行を増加させた上で方面別に相性を設定している。この他、西淳館と駆けつかさなる大線を皮切りに1986年4月1日以降順次バスロケーションシステムの導入した。浜松市のバックアップもあり、1975年には静岡県では 初めてのバス優先レーンが導入されているほか、1978年にはバス優先信号も設置されている。また、1982年には浜松駅バスターミナルが完成している。なお、1986年にはバスレーンが拡大され、同年5月には浜松市がバス路線総合整備モデル事業実施都市に指定されている。 このような状況下、1936年から浜松市交通部により運行されていた市営バスは慢性的な赤字が続いていたが、1983年に市営交通対策協議会が設置され、民間移管が最善の方法であるとの結論を打ち出した。これを受けて、段階的に市営バスから炎鉄バスへの移管が行われ、 1986年11月30日、限りで、市営バスは運行を終了した。浜松市内のバス路線が一元化されたことを受け、遠州鉄道、浜松市役所、市民の3社で、浜松の交通に関する協議会、浜松市バス交通対策調整協議会が発足し、浜松の交通に関して3社で共に協議していくこととなった。 それ以降、夜間のみ住宅地で、フリー校舎制度を導入したり、雨天時のみ、増発便を運行する、例二バスの運行を開始したりするなど、炎鉄バスではさらに積極的に、新施策を導入していくことになり、1987年10月の、岩田山手線、大塚萩急線、中田島住吉循環、鶴見と三塚循環、詐欺の急線、 宮古田線への都市新バスシステムの導入、1992年2月の、次期プリペイドカード、ET カードの導入、1997年月以降の長期休暇小人ト一乗車50円、1997年10月の、調停小ンステップバス導入などの各種施策も、積極的に行われた。 コミュニティバスは1997年10月に運行を開始した豊田町から委託された U バスを川切りに各地区で運行されている。1997年12月にはバス路線総合整備モデル事業実施都市や浜松市バス交通対策調整協議会などの功績を受け浜松市が 日本初のオムニバスタウンとして指定されたことを受け、バスを活用した街づくりを進めることになった。これ以後の円鉄バスの導入車両は、基本的には、アイドリングストップ装置付け調停小ノンステップバスとなり、従来車も含めた、全車内には案内表示装置にて、情報発信も行い、バス停留場もコミュニティ情報版を設置するなどの、施策を行った。 またこの頃より、さらなるエコドライブ運動の強化を行い、現在の経済運転につながっている。一方で、山間部の路線では路線そのものの維持のため、行政主導によるバス運行なども行われているが、これらの運行を受託したり、1999年には、退職乗務員の受け皿も、かねて車両運行管理受け負いを行う子会社。 炎鉄アシストの設立も行われるなど、地域の人が移動することに関しては、炎鉄グループが必ず関わるという体制を取るようになった。なお、2002年10月にはかつて、炎鉄バスの三作母船だった国鉄バス天竜線が、再び炎鉄による運行となり、炎鉄バス北円本線になっている。オムニバスタウン指定を受け、炎鉄と浜松市では、 さらなる利便性向上に力を入れた。1998年3月には、オムニバスタウン指定記念シンポジウムを開催と、PTPS の導入が、7月には、初乗りの150円から100円への値下げが、11月には、乗り降り楽々、バス普及セミナーが、それぞれ実施されている。1999年2月には、 全線定期のワイドフリー定期券販売開始と、運賃区会の増設。3月の環境セミナー開催。4月には、浜松市商店会連盟の制度加盟店で買い物を、すると100円補助券がもらえる。お買い物乗車券制度導入。6月の浜松駅、岩田駅を20時以降に発車する一部路線の、下り便での住宅地でのフリー降車制度導入。10月の、 上限運賃630円設定。2000年には9月のシルバーワイドフリー定期券販売開始。9月以降、毎年敬老の日から1週間の高齢者1乗車100円運賃の導入。10月のインターネットバスロケの導入など各種施策が展開された。また、1999年3月15日から28日には、家事庁通りにて一般車の乗り入れを規制する。 トランジットモールの実証実験を全国で初めて実施した。21世紀に入っても積極的な施策は引き続き行われている。2001年4月の中距離運賃値下げを皮切りに、2002年からの IC カード、EG1 カードの試験導入、そして2004年の IC カード、ナイスパスの本格導入が行われたほか、最終バスの延長並びにウィークエンドライナーや、 冬ホタ、臨時便などの臨時最終便の運行が開始された。2006年にはミニバスターミナル構想に基づき、浜松市と共同で、スイスイ、クルーリーバス実証実験が行われた。また、2002年4月からは通学ウィークデー定期の販売が開始開始されているほか、シンポジウムとしては2002年11月のオムニバスタウンサミット、2003年9月の バスが優しい、心のユニバーサルデザインの日が開催されている。また、2005年には、中部国際空港の開港に合わせて、空港リムジンバスに参入。EU ウィングという愛称で、現在も運行中である。2008年のリーマンショックは、浜松都市圏に大きな影響を与えた。そのため、炎鉄バスにおいては一部路線で利用者が減少し、減便がなされた。 しかし減便はバス離れを起こすとして再度増便した。この頃になると2ステップ車が減り超低床バスが主流となる。しかしながら2ステップ車と比べ超低床バスは収容力が低いため2009年には長尺アンステップバスの導入を開始。また不況のため特殊な車両などを除き使用年数が伸びている。そのため 本来2012年にはツーステップ車が全廃する見込みであったが2017年現在まだ残存している。これと前後して不況のため2007年に富塚車庫2009年に立山寺営業所と浜松南営業所の窓口が終了したがいずれも2010年に窓口営業を再開した。しかしその後浜松南営業所は再び営業を終了し、 浜松東営業所もリブロス火災内の円鉄トラベルに業務を移常する形で営業を終了している。空港リムジンバス以外の高速バスを運行していなかった円鉄であるが、2010年には長距離都市間高速バスに参入。愛称は E ライナーである。E ライナーは当初浜松横浜線を単独運行で開設。その後2011年に京王バス東。 JR 東海バスの渋谷、新宿ライナー、浜松号に渋谷、新宿 E ライナーの愛称で共同運行の形で参入、さらに西日本 JR バスと共同運行で大阪 E ライナーも開設されている。その一方で、2011年度より EU ウィングは浜松観光バスとの共同運行となっていたが、同社は2015年1月1日付で、 演習鉄道本体へ合併している。この他、2009年頃より、啓蒙活動として、市民やファンに向けたイベントが行われるようになっている。ほか、2010年代になると、トップタッチを活用した、ナイスパスキャンペーンが、活発化している。2020年以降は、新型コロナウイルス感染症の流行による、輸送人員の大幅減少のため営業所の再編や、 運行本数の大幅減便、ナイスパスのプレミア付与の取り留めなどが行われている。郊外から浜松駅を経由せずに学校へ直通する通学向け路線である。1975年から1985年までの間に通学でのバス利用が半減したため、その対策として乗り換えなしの通学バス路線を設定したものである。 運行開始後に新系統の要望があり、特に私立高校では、モーニングダイレクトの存在が、生徒の誘致にも影響すると判断されたことから、順次系統拡大を行った。貸切タイプの車両で運行される系統と、路線タイプの車両で運行される系統がある。西園学園、浜松修学舎へ向かう路線が、アベニュー、浜松私立高校、海の星高校、 浜松西高校へ向かう路線は、シャペルという愛称が設定されており、実際に運行される路線では、これに方角をつけている。例えば、木が三方原から西園学園に向かう路線であれば、北方面からの路線となるため、エアベニューという愛称になる。ただし、立山寺から浜松南高校域に限っては、フローラルメートという愛称が設定されている。 学校や生徒、保護者からも、好評のため、その後岩田地区でもモーニングダイレクトを導入。こちらは、岩田南高校、岩田東高校へ向かう系統には、E ライナー、岩田南高校、岩田北高校へ向かう系統では、N ライナーという愛称が設定されている。いずれも朝の片道のみの設定で、キロについては、浜松駅、岩田駅で、バス路線を乗り継ぐことになるが、 定期運賃は直通経路経由の投資運賃で計算される。前日の17時時点で運行当日6から12時の降水確率が50%以上の場合に運行される雨天臨時便である。なお、開口日のみの運行であり、平行日は運行しない。なお、2006年頃まではフリーダイヤルにより運行有無を確認できるサービスがあったが、 現在は廃止されており、バス車内のレーニーバス広告の電話番号欄も、地の色と同じ青字のシールで隠されている。現在では、仙台市交通局など、全国のバス事業者に徐々に波及している。浜松市北区三日日地区から、東名高速道路を経由して、浜松市中区を結ぶ、座席定員制の通勤通学路線で、朝、三日日から中区へ向かい、夕方に、 中区から三日日へ戻る設定。クローズドドアシステムを採用しており、それぞれ中区内総互間や三日日町内総互間の利用はできない。もともとは定期観光バスの改装を客扱いしたものが始まりである。以前はシートベルトを装備した一般路線車高速仕様の路線車での運行であったが EU ウィング運行開始後は細江営業所からの送り込みを兼ねて、 e ウイング社で運行されている。なお現在でもごく稀に前述の一般路線車で運行されることがある。詳細は、遠州鉄道細営業所木賀三河日線を参照。ET ナビを参照。1987年10月に、岩田山手線、大塚萩急線、中田島住吉循環、鶴見富塚循環、詐欺の急線、宮古田線へ導入。 都市新バスシステム演習鉄道を参照。演習鉄道では全国的にも早くからエコドライブ運動を行っており、経済運転と称している。浜松市のオムニバスタウン指定を機に強化された。サンバイザーには経済運転後原則が重複され、徹底されている。晴天時の昼間の車内灯を消灯、アクセルを深く踏み込まない。 エンジンブレーキの活用、正面赤信号などでの早めのアクセルオフ、高速ギアの有効活用、暖気運転は年間通して3分以内などが挙げられる。なお、過剰なトルクが出ないように燃料噴射を絞っている車両もあるほか、燃費に影響する車両総重量を抑えるため燃料は満タン給油せず、タンク容量の2、3までの給油を行っている。また、 回転数については、会社全体の方針として、大型車1600回転、中小型車1800回転以下でのシフトアップ、そして営業所ごとに1200回転以下や1300回転以下などでシフトアップする様指導しており、会社全体として上り坂などであっても大型車1800回転、中型車2000回転、小型車2200回転を絶対に超えてはならない。 こととなっている。そのため、三菱不走性の車両を中心に、1800回転を超えると、ブザーが鳴り続けるようになっている車両が多い。なお、車両によっては1500回転など1800回転未満でもブザーが鳴るよう設定されていることもある。このほか信号待ちなどの際に、 アイドリングストップ装置非搭載の車両でも、アイドリングストップを実施していることが特筆できる。また、同装置の有無に関わらずアイドリングストップ時には、全車両で音楽を流すことにより、アイドリングストップ時の静寂を防いでいる。バッテリーの電圧低下時や、d p f の作動時等には、信号待ちでのアイドリングストップを行わないことがあるが、浜松駅。 バスターミナルではいかなる場合もエンジンストップすることとなっている。また、全車両とも蓄電池の電圧低下を示す警報灯が運転席左に設置されている。これらにより、炎鉄バスでは営業所間の燃費順位を競っており、また乗務員ごとの燃費の成績もついている。さらに各営業所の燃費のいい乗務員が集まり、燃費対策会議が行われている。なお、 現代の信号待ちでのアイドリングストップ運動が盛んになる前から戦後にはすでにバスターミナルなどの奇襲店や営業所、車庫ではエンジンストップを行っていた。アイドリングストップ中の音楽前述の通り、信号待ちなどの停車中において自動アイドリングストップ機能の使用や自動アイドリングストップ機能非搭載車でのエンジンキー操作によるアイドリングストップを行っているが、 その際の車内の静寂さを緩和するために、エンジン停止中には音楽が流されている。音楽を流すシステムは、自社で開発され、音声合成装置を利用して流している。音楽は50曲をも優に上回り、ジャンルもクラシックから洋楽、アニメ音楽など多岐にわたる。代表例としては、などが挙げられる。 全曲ミリ調にアレンジされており、一曲あたりおおむね1分から1分30秒程度決まった場所でフェードアウトして次の曲へ進む。2014年から2018年までは全営業所全社において、演鉄グループソング、街と生きるが口述するパターンのローテーションとは関係なく年中流れていた。この曲に限っては、 約3分30秒のフルコーラスが流れた。この他にも機能導入当初と比して、曲の追加や削除が随時行われており、浜名湖花博などのイベント等とのタイアップによる、期間限定の曲も存在する。2005年に試験的に導入された一曲を除いて、すべて歌声のないインストゥルメンタル版である。また、クラシックなど、 以外の著作権保護対象曲については、演習鉄道がジャスラックに演奏権使用料を支払っている。現在は全曲が流れるわけではなく、営業所ごとにパターンがローテーションしており、その中からランダムに流れる。12月に関しては、通常のパターンの音楽に加えて、すべての営業所でクリスマスソングがランダムに流れる。 これは、アイドリングストップ装置の装備ウムに関わらず、HEV 車両の398.399号車を除くすべての車両で流れる。ただし次のバス停が終点の場合や路線データの入っていない、シャトルバスの場合、アイドリングストップ装置搭載車において、手動でエンジンキーを回し、アイドリングストップした場合は流れない。なお、 校舎ボタンの放送以外の音声合成による放送が流れている際は音楽は流れないが肉声放送や音声合成による校舎ボタンの放送が流れている場合は音楽が流れる。逆に音楽が流れている最中に校舎ボタンの放送以外の音声合成による放送を流した場合即座に放送が流れ音楽は止まる。 音楽が流れている最中に降車ボタンを押した場合、次の音楽へ切り替わる際、もしくはエンジンを始動して音楽が止まった際に、放送が流れる。なお、エンジン始動や放送等により、音楽が途切れた場合、次に流れる際はその曲の続きからではなく次の曲の頭からとなる。この場合の再生順はランダムであり、同じ曲が連続で流れることもある。なお、 アイドリングストップの最中には、音声合成装置の設定機の一番下の行の右側に、当該乗務でのアイドリングストップの累計回数と、累計時間が表示されている。エンジン稼働中は、コース番号ごとの設定番号とその中での順序、運用が予約されたシャトル運用の場合は、予約 XX が表示され、コース番号は表示されない。また、 再下行の一番左は直前バス停発車時の帝国からのズレが表示される。例えば、15時53分のバス停を15時52分に通過した場合、01分、9時33分分発のバス停を9時45分に発車した場合、12分と表示される。なお、ダイヤのデータが入っていなく運用がセットされた、シャトル運用の場合、手動で、 系統入力した場合は、ダイヤのデータが入っていないため、現在時刻が6時45分のように表示される。これは、アイドリングストップの際に乗務員や客から、突然しんと静まり返って、違和感がある、しらけてしまうや、故障したのでは、などという意見があったため行われるようになったもので、1998年7月に、試験的に小鳥のさえずりを流し始めたのが、 全身である。この試みは2000年以降、名古屋市交通局や旭川電気軌動、三重交通、北陸鉄道、静鉄ジャストライン等の他社にも普及し始めているが、曲パターンは、円鉄と異なりいずれもクラシック、または、オリジナルメロディのみで3から5曲程度しか存在せず、パターンのローテーションも見られない。ちなみに、 アイドリングストップ用に設定されたこれらの楽曲の一部は、演習鉄道の広報や空港バスイーウィングのチャイムにも活用されている。演習鉄道特徴的な施策を参照。浜松市と共同で、1999年3月15日から3月28日に、カジチ通りをトランジットモールとする実証実験を行った。当時6車線だったカジチ通りを、 外側に車線ずつ、テラスなどの設置を行い、内側に車線をバス専用道として整備した。しかし実施にあたって、静岡県警察との交渉が長引くなどした結果、PR 不足や短い実施期間などが災いし、あまり効果がなくその後は実施されていない。バス停飛ばし具体例も参照。当初、デマンド運行として運行。 40キガ3が日線のキガ駅前、東急リゾート三日カ観歩センター、同三日美車庫三日美駅入口浜名湖、レイクサイドプラザ、同浜名湖、レイクサイドプラザヌエシロ三日美駅入口、三日美車庫、37大久保線の田畑住宅、山崎、30館山寺線の動物園大草草、国民宿舎、同村串浜名湖、ガーデンパークなどが対象。浜名湖、 レイクサイドプラザ発を除き当該区間は、校舎専用を採用し、同区間の手前にて乗客がいない場合、運行を打ち切っていた。浜名湖、レイクサイドプラザ発は、発車時刻の15分前までに、浜名湖、レイクサイドプラザのフロントにて要予約で、ぬえしろ、三日日駅入り口が、校舎専用、三日日車庫からは、通常路線であった。2006年には、 当該路線の交車専用区間について乗客がいない場合に運行を行っていなかったことが問題となる。本来は法令違反であるが、交車専用だったため行政処分はなされなかった。その後は延長運行と名を介護法的に運行されている。37大久保線や40の浜名湖、レイクサイドプラザ初登りのように延長運行を 取りやめ通常路線として、全便乗客の有無にかかわらず運行する様になった例もあれば、延長運行になった例もある。また、浜名湖立体花博期間中の30館、山寺線の立山寺営業所、中開き駐車場のように延長運行になってから、新設された例もある。現在の延長運行というシステムは、1ヶ月間、運行打ち切りの実施、 富士市を記録し、集計、走行距離を計算する。デマンドバスの一種である。現在延長運行を行っている路線としては、40ガサンが日線の三日美車湖浜名湖、レイクサイドプラザ30カニ山寺線の村串、浜名湖、ガーデンパークなどがある。国民宿舎行きに関しては、動物園を多く誘う国民宿舎から、 銀行前国民宿舎に経路を変更した後、国民宿舎浜名湖関山寺層の煙鉄への譲渡に、最始2007年3月31日の運行をもって、関山寺大草山を結ぶ関山寺ロープウェイを代替路線として、系統自体廃止された。なお、この延長運行というシステムは、同社の運行する高速バスでも一部採用されている。 浜松市と共同で2006年10月2日から12月29日までの平日に実施したコミュニティバスの実証実験で期間内に以下の3路線が運行された2006年から募集型企画旅行として東京など各地への直行型ツアーバスを再行しているツアーバスでは企画実施する旅行会社が観光バス会社から車両を借り上げる形態が多いが 演習鉄道では、以前から本体で国内旅行事業を営んでおり、浜松観光バスを含めて、グループ内での完全自社運営を実現している。このうち2007年下季から実施している、東京方面へのツアーでは、片道だけの利用も可能な上、自社の既存の企画旅行客用の駐車場を開放することなどで、既存の路線バスとの差別化を図っている。 詳細は、炎鉄観光を参照のこと。遠州鉄道では、2020年9月30日まで、主要路線の下りにおいて、毎週金曜日、土曜日に、ウィークエンドライナーという最終便を運行していた。これは、通常の最終日により10から30分程度後に、運行されるもので、22時45分、23時25分に、各路線が1便ずつ運行される。 一番遅いのが30間山寺線40木賀三ん日線の23時25分発でありこの2路線は当該便の20分前の23時5分に通常の最終便が出発するなお一部は貸し切りタイプの車両にて運行されるものもあるさらに12月の金曜日土曜日にはウィークエンドライナーが運行されていない路線の中の主要路線は 通常最終便の後に、ウィークエンドライナー運行便は、ウィークエンドライナーの後にもう一便増発する。こちらは、和ま松冬のホタルフェスタをとって、冬ホタ号と名付けられていたが、イベントの名称変更に伴い現在では、相性なしの駐車延長とされている。冬ホタ号は、ミッドナイトトレインとして、炎鉄電車にしかしませんでも運行されるほか、当該便を含むすべてのバス。 電車車内にて音声合成による広告が流れる。こちらは主に22時45分または23時5分に運行する。23時5分にウィークエンドライナーがある路線は20、シトロウブミ線を除き23時25分に運行される。20、シトロウブミ線はウィークエンドライナーを23時25分に繰り下げて運行する。冬ホタ。 号の最も遅いものは、24トロウブミ線、30カンヤマデラ線、木賀三河日線の24時発である。また2010年には、試験的に、木賀三河日線は、試験的に、浜松駅青町ノンストップの急行便が、運行された。なお、2000年代前半までは、電車とともに、冬ホタ号として装飾された車両が昼夜問わず、 季節限定で運行されていた。これらは深夜バスに値するが、他事業者と相違がある点を中心に特徴を述べる。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、2020年4月17日から運休していたが、運行再開をせずに、同年9月30日で運行を終了した。貸切の営業所は、円鉄観光を参照。 旧営業所などのうち、正式な窓口のあるもの廃止順で記載。都市間、ツアーバスなどは、縁鉄観光を参照のこと。廃止された、年月順に並べる。浜松岡崎線名古屋鉄道、豊橋鉄道との協定を結び運行を開始した、全長8 2 1トルの路線。ため峠有料道路を走行していた。しかし、 東名高速道路の開通に伴い、利用客が減少したため、豊橋鉄道が運行から撤退し、他社も運行本数を限界するに至った。東名名古屋線名古屋鉄道と運輸協定を結び運行を開始した路線である。東名浜松静岡線ここでは、東名浜松静岡線の前身となる国道静岡、浜松線についても記述する。なお、 静岡鉄道での路線名は、東名静岡浜松線であった。その他路線作間線と四橋瀬戸線、宝来寺線、西順間分級線、古西線下に山寺木河線、宮口線、旭木が丘線、白洲線、岩田市立、病院福田線、嵯島線、掛月重なる、大線、中央所異大線、フラワー号、宝田線、山梨線、松袋井線、老彩、しのがせ線上の、 先線その他浜名湖巡り、専用車両以前は定期観光バスとして、立山自営業所が再興する浜名湖巡りが存在した。演習鉄道では、万美ツアーなどの愛称でツアーバス事業を展開するが、それとは別物である。また、ツアーバスなどは、縁鉄百貨店南側の乗り場を使用するが、定期観光は浜松駅、バスターミナル発着であった。なお、 縦山事営業所は、ツアーバスを含めた貸切事業はごく一部を除いて、手掛けておらず、バスツアーに類するものとしてはもっぱら定期観光のみの、再行していた。炎鉄バスでは、貢献は発行していない。また、EU ウィング E ライナーや一部の臨時シャトルバスを、除き乗車券も発行していない。下記のほか、定型店での買い物により発行される。 お買い物 ET カードやお帰りキップがある。15名以上の場合に利用できる。煙鉄の乗車カードは、電車、バスに共通して利用できる。過去には、IC カード EG1 カードも利用できた。かつては、金額式の回数券も販売されていたが、高速バスなど一部を除き、ET カードに代替され現在は販売していない。ただし、静岡県下のバス会社が、 静岡県の支援を受けそれぞれ販売するゼロの日、回数券の密販路線用として、例外的に販売している。前売りも実施している。販売終了、円鉄バスでは、超低商社の愛称として、オムニバスと命名し、車体にも表記している。以下、本節でも、円鉄バスの保有する調停商ノンステップバスに、関しては、オムニバスと表記する。 路線車各営業所により配置の多少があるが、そちらについては、各営業所の記事も参照のこと。炎鉄バスの仕様は、ハイバックシートで、カーテン付き、背もたれの降車ボタンなど、詳細は講述するが他社にはない特徴的な、組み合わせの仕様で導入している。メーカーは、多い順に、三菱不走、日野、椅子図の3社のバスを導入している。ちなみに、 昭和末期までは営業所ごとに、メーカーが決まっていて、岩田営業所、天竜営業所、古西営業所、当時、袋井営業所、当時、浜北営業所、当時、浜松南営業所は日ののみ、細営業所、三方原営業所、福田営業所、当時、竜洋営業所、当時、浜松営業所、当時、富塚営業所、当時、は伊子寿のみであった。 なお、福田営業所は途中で、いすずから日野に変更された。三河日営業所、当時、野中園観光営業所は、貸し切りの営業所であるため、もともと路線車は所有していなかった。その中で、三菱不走は当時は少数派であり、導入していたのは、立山寺営業所という等営業所のみであった。昭和62年に、 立山寺営業所という導営業所以外の営業所として初めて三方原営業所に三菱不走車が導入され、これ以降細営業所や浜松南営業所等、元来三菱不走車が全く導入されていなかった他の営業所にも三菱不走車の導入が増えていった。その代わりに椅子図の導入が減り、椅子図が少数派となっていった。なお、 昭和末期には、日産ディーゼル製のバスが、試験的に導入されたが、その後導入されることなく、現在は、廃車されている。MD92 エンジンを搭載した、エアロスター PKG MP35UK は、導入されていない。過去には、岩田市実習運行バス専用車に、唯一日産ディーゼル製富士重工ボディの RN-1 ステップが在籍していた。また、 西日本車体工業ボディの車両は一切導入されていない。炎鉄では1990年代中盤より基本的に大型車、小麦バスのみを導入し、小麦バスは換算路線を中心に運用している。中型2ステップバスはかつては炎鉄換算路線を中心に運用し、浜松駅にもしばしば顔を出していたが、 現在では一部の自主運行バスに専属で、充当されている車両がほとんどであり、一般路線での運用は、天竜地区や岩田地区の一部で見られるのみである。なお、2008年に廃止された、宮口線や2010年に廃止された白須線のあち、立山寺営業職管便は、中型2ステップのみの運用であった。また、かつて1990年前後に存在していた3、 三島浅田中田東線も、一時期、中型2ステップのみで運用されていた。一方、中型ワンステップバスは導入当初より、秋葉線や自主運行バスを中心に運用されている。ちなみに、中型ワンステップバスが専属で運用される路線は、かつて専属だったメローバスを除き、すべて路面の都合上調停床バスが入ることのできない路線である。 車内では、全長11メートル以上の車両を、特大車、10.61メートル以上11メートル未満は、大型車、9.01メートル以上10.6メートル未満を、中型車、9メートル未満の車両は、小型車として分類している。ワンマン化の過程では、1970年頃に前中、引き戸や前後扉という配置の車両も、試験的に導入されたことがあるが、 1981年の新車からは中扉4枚折り戸を採用し、さらに車内はハイバックシート、横引きカーテン装備など、全般的にグレードは高くなっている。しかし、後部の行き先表示器については、交通バリアフリー法施行により、義務付けられるまでは、装備されていなかった。また、交通バリアフリー法施行後の2001年以降の、納入者は全車両が、 LED 式行き先表示器であるため、後部表示器が付いている車両は現在でも、LED 式行き先表示器の車両のみで、回転式方向膜の車両に関しては現在でも、後部方向膜は設置されていない。なお、オムニバスは2004年の途中まで、基本的に、グライドドアを採用していた。2004年の途中からは1980年以来の、全車両中扉が、 スライドドアでの導入となっている。また、1998年度以降に導入された、すべての車両にアイドリングストップ装置が装備されている。なお、遠州鉄道では、同装置の装備ウムに関わらずアイドリングストップを実施しており、アイドリングストップ中は、すべての車両で車内に音楽が流れる。音楽については、アイドリングストップ中の音楽を参照。このほか く、る、るや、小林駅、日赤病院線の専用車として、日野ポンチョを導入しているほか、天竜営業所には廃止代替路専用として、日産、キャラバンが一台在籍している。炎鉄では、車齢15年をめどに売却、廃車しているが、新車の導入状況等により前後する。1997年後半、特に1998年より、 新車はオムニバスに統一されている。2005年5月14日現在の台数は179台となっていたほか、2002年3月31日、現在の台数は99台に上り、これは当時日本の民営バス事業者では、最大の超低床のステップバス保有率となっていた。なお、オムニバス導入当初、 実験的に全便超低床を無二バス化した51線、高級線は、この効果により10%利用者が増加した。2002年には三菱不走より、ディーゼル、電気式、ハイブリッドバスの対応を受け、煙鉄にて、長期実用試験を行っていたが、この車両については、中扉は、引き戸となっている。ワンステップバスは、基本的に導入されていなかったが、2005年度に、 自主運行バスを含む一部路線の専用車として、中型車が3台初めて導入された。そして、標準弱調停小ノンステップ車では輸送力が不足する場合があるため2008年に大型長弱車が初めて導入されて、以後は大型長弱ワンステップが毎年数台ずつ導入されているが依然として少数派である。 調停小バスが主流だったためワンステップバスでは、乗降時の転倒事故が多発した。そのため現在では、出入り口付近にステップがある旨の注意書きがあるほか、乗務員のアナウンスによる周知が行われ、J バス製大型ワンステップ車には、前扉ステップに LED ステップライトが取り付けられている。これは、全国的にも珍しい仕様である。 なお三菱不走車には取り付けられていない。演鉄では毎年15から25台程度新車が導入されている。例えば1998年には2785から2815号車、12号車の計25台のオムニバスが導入された。1999年は27号車78号車の22台が導入された。 ただし、2008年2009年は、不況の影響もあり、2008年は7台、2009年は1台のみの導入である。なお、1998年導入の12号車と1999年導入の71号車を除く1998年度から1999年度の、 全ての新車及び1997年度導入の2783号車1台は、三菱不走エアロスターの KCMP747M であり、12号車と2000年度の新車の3割は、日のブルーリボンの KC 風にプスである。2000年度は147号車、148号車、以外全て蒸気に形式なので、 ヒノレインボーも導入されるようになった2001年度以降と比べエアロスターの割合が多い。そのためエアロスター KC MPK オムニバスが最大勢力を誇っている。なお、147号車はヒノレインボーのキロリットル HR1 やに、148号車は同じく三菱不装エアロスターであるがマイナーチェンジされたキロリットル MP37JM である。 なお、147号車の車種も、148号車の、形式も、それぞれこの1台を除いてすべて LED 式、行き先表示器を装備している。このほか三菱不装やロスターに関して、k c m p 系と、キロリットル m p 系で外観の差がないことが、特筆できる。また、内装にもほとんどさえは認められない。通常、 KCMPK では中扉にグライドスライドドア、または扉下部にも窓のついたスライドドアを、キロリットル MPK では中扉に、扉下部には窓のないスライドドアを採用しているため容易に判断できるが、円鉄ではキロリットル MPK もグライドスライドドアで導入している。また、キロリットル MPK ではオプションとなり、取り付けない事業者が増えた補助ブレーキランプ。 補助ウィンカーランプについても、標準装備の KCMP 系と同様に取り付けられているためこの点での判別もできない。判別方法は、エンジン音や駐車ブレーキのほか外観では、キロリットル MP 系は、方向膜が LED になっていることである。ただし、方向膜の LED 化は、年式の際によるものであり、 キロリットル MPK である148号車は2000年導入のため回転式方向幕となっている。ちなみに PJMPK は前述の通り中扉がスライドドアになったこと、補助ブレーキランプ、補助ウィンカーランプが消滅したこと、後車ボタンの形状、音色が変わったこと、内装が異なることなどで容易に区別できる。サスペンションは 昭和30年代にエアサス2ステップ車が、エ鉄エアサスバスの愛称で導入されたが、その後の2ステップ車はすべてリーフサスペンション、オムニバスワンステップバスはすべてエアサスペンションで導入されている。一方で、東日本大震災や台風被害の影響を受け1997年式の、 KCMP317M2 ステップの2732号車が2012年から2013年にかけて災害対策車に改造され、白ナンバーの1号車となった。この車両は、陰部と名付けられ、通常時は教習車として使用されるほか、再事輸送の際には当車両にて運行管理を行っている。なお、浜松市営バスの事業廃止時に譲渡された3台。 浜松市から住宅の三日日畜実習運行バス、三ヶ日オレンジフレあイバスの日乗りエスサンプルカー1台を除き、中古車は一切導入されていない。このほか、オレンジ急行や、モーニングダイレクト用に、三菱不走エアロバスが在籍している。装備、仕様等は、仕様を参照。E ウィング E ライナー用車両 E ウィング E ライナー用高速車は、ほとんどが、 三菱不走車であるが、E ライナー用には、イスズガーラも在籍する。当初は、貸し切り用途から転用した車両が多くを占めていたが、E ウィング車は新造車が多数導入されており、現在では、こちらが大多数を占める。E ライナーにも順次新造車が導入されている。オレンジ急行や一般路線の一部便に高速車が、充当されることがある。 全車4列シートで貸し切り転用車は補助席を装備し、新造車は装備しない。なお、成績が満席の場合でも補助席は通常使用されない。また通常はチケット方式であるため使用されないが IC 処理機付け整理券発券機と IC 処理機付け運賃箱を装備する。なお、続行便や 予備車として、一般路線用のエアロバスや一部の貸切車が、充当されることもあり、E ウィングには、日のセレガが充当されることも、稀にある。E ウィング車には、トイレは、装備されていない。E ライナー車も当初は、装備されていなかったが、後に設置改造が行われている。なお、新造車には、当初から、装備されている。E ライナーに関しては、化粧しつつけ車両。 試験運行の際に、日野、セレガが使用された実績がある。詳細は、横浜 E ライナーを参照。詳細は、E、U、ウィング車両、E ライナー車両を参照。貸切車過去には、貸切バスとの懸命を考慮した、乗賀試験用車も存在し、貸切車と同様のフロントグリルが異彩を放っていた。かつて運行されていた高速バス透明浜松。 静岡線には三菱不桑エアロバスが使用されていた。このほか当面浜松静岡線には観光バス用車足に路線バス用車体を仮装した高速、路線兼用車が一台在籍していた。浜松市交通部の事業廃止時に、炎鉄バスに譲渡された車両4台が存在した。これらの譲り受け車は、 いずれもイスズケ c j m 4 7 0で、当時の炎鉄バスの自社発注者が標準尺車、中扉4枚を折り戸、側窓は、引き違い窓、クロス張り床という仕様であったのに対し、短尺車、中扉引き戸、側窓は2段窓、木の床という相違点があった。1996年までに全廃されている。また、浜松市循環町バス、る。ル るようには当初は、オムニのオーバーマルチライダーが導入されていた。ノンステップバス冷明駅には、日の、イスズのフルノンステップバスを導入していたが、構造が複雑な上、トルコティ T 搭載のために燃費が悪く、他のオムニバスよりも先に全廃となっている。2002年には、シリーズ式ハイブリッド機構を採用した、エアロスター HEV を導入。2012年まで、 各路線で活躍した。網走バ,バスで活躍する中古車、道北バスで活躍する中古車。側面の塗装はそのままで走っている。川中島バスで全港事線専用車として活躍する中古車。炎鉄バスは地方の事業者としては珍しく車両のライフサイクルが短いことでも知られていて、同社で退役した車両は全国の地方事業者に譲渡されている。 浜松市がオムニバスタウンに指定され、朝廷省ノンステップバスの導入が推進された1997年以降より増加している。主な上都先は、網走バス、道北バス、道南バス、下北交通、岩手県交通、宮城交通、南越跡観光バス、北越跡観光バス、椎名観光バス、日立電鉄交通サービス、茨城交通、群馬バス。 諏訪バス、川中島バス S ラインギフ、広島電鉄、ゲイオバス、熊本バス、琉球バス交通、沖縄バスなどである。また、一部の車両はミャンマーなど海外へも輸出されている。ほか、大型二種免許用の教習車に改造され、自動車教習所に導入された車両もある。車両番号については、登録番号をそのまま使用している。例えば、 浜松22か22の22であれば22、222号車となる。登録番号重複の恐れがある場合は、希望ナンバー取得により対処している。2009年現在、4桁のナンバーは2004号車と3000番台、及びくる、る用の5000番台を除き、浜松22か2から3桁ナンバーの車両は、浜松200かである。2004号車は、 浜松22か27の83が開版したもので、浜松230、あ20から04になっている。同じく3000番台も2桁ナンバーから開版したため、浜松230、あである。く、る、る、用車両は導入時より、浜松230、あ 50xx で連番にしている。ここでは、路線車の使用を中心に述べる。 塗装2ステップ車2588号車は、銀色に深緑の帯が入った塗色を採用している。また、下部はわずかながら、茶色の帯になっている。茶色の帯は、過去の車両の方が、今の車両よりも太かった。ちなみに塗装色の銀色は、中田島砂丘の砂、新緑は、浜松市の木である。松、茶色は、三方現代地を表している。なお、 1987年導入車より深緑の帯と窓枠の間には赤い線が入っている。この2ステップ車の塗装色はオムニバスが登場するまでほとんど変更されていなかったが、後にホイールの塗装をボディの茶色塗装に合わせたものから超低床バスに合わせた銀色塗装に変更した。一方、超低床バス1ステップ車は銀色に緑、 黄緑の帯を巻いているが、2ステップ車とは巻き方が異なり、わずかにピンクも使われている。230号車超低床バスワンステップ車は、下部の茶色の帯はない。なお、どちらも窓状に、深緑や黄緑が、どちらも同じ巻き方で巻かれている。ちなみに、2001年より存在する、ラッピングバスは台数を自主規制しており、20から30台にとどまっている。 また、炎鉄初のラッピング車両である、浜名湖花博ラッピングを施した2004号車以外は、全面へのラッピングは、一切行っていない。2004号車は、特徴的なラッピングを施したが、そちらは、方向幕を参照。また、2016年に、大河ドラマ、女上女主カトラ放映に合わせて登場した、カトラゆかりの地浜松の、 ラッピングバスの細い営業所161号車は、ラッピングに合わせて、ホイールを赤く塗装した異端車となった。その他にも、同じラッピングをした車両は3台いるが、それらのホイールは、銀塗装のままである。高速仕様の路線車2374号車、2375号車を、はじめ、何台か存在したが、すべて2016年までに廃車され消滅した。 かつては、オレンジ急行、E ウィング、掛川区間便を中心に運用されていたが、E ウィング、掛川区間便は廃止、オレンジ急行は通常 E ウィング車両での運行になったため末期は一般路線で運用されていた。シートベルト装備の着席定員重視仕様のため、浜松駅、エコパスタジアム、浜松駅、浜松アリーナ間、 シャトルバス、一般の貸切運用の実績もある。2688号車が最後の高速仕様の路線バス車両だったため、同社の廃車で高速道路乗り入れに対応した路線バス車両は消滅した。以下に特徴を述べる。なお細い営業所には、蒸気車両以外に、通常仕様の2ステップ車にシートベルトのみ、取り付けられた車両。 三菱不走エアロスター25から94号車も在籍していたが2016年に26から88号車と共に廃車された。トランスミッション路線バス車両は以下の例外を除きフィンガーシフト式直結5速 MT またはフィンガーシフト式 OD 付け6速 MT である。なお、前述した高速道路対応の路線バス車両は フィンガーシフト式直結互速 MT で導入された。ロッド式は中型ツーステップ車、E ウィング車のみにて残存している。かつてフィンガーシフトが開発される前は大型車もロッド式直結互速 MT であった。また、1984年式 KMP118N の1481号車は1989年に フィンガーシフトに改造し2062号車に改版されている。高速車は貸切車に準ずるが、貸切車はかつてロッド式が設定されていた時代には基本的にロッド式での導入としており、ロッド式の設定が廃止された車種形式より順次フィンガーシフト式に移行した。なお全車 MT で AT は在籍しないほか貸切転用ではなく、 高速車として導入された車両は、ロッド式設定廃止後であるため前車、フィンガーシフトである。貸切車の詳細は、円鉄観光を参照。ミラー左サイドには、車内から全面方向膜を確認する横長のミラーが、右サイド車内に運転席直後の座席を確認する縦長のミラーが取り付けられているなど、全国的に珍しい組み合わせで導入している。 また、アンダーミラーは通常は左サイドに取り付けられるが、円鉄ではほとんどの車両で左右両方に取り付けられており、こちらも全国的に珍しい。中扉中扉は前述の通り1981年の新車から4枚折り戸を採用し、その後のほぼ全ての大型ツーステップで採用された。また、中型ツーステップに関しても、 イスズジャーニー系の一部車両を除き2枚折りドとなっている。このように折り度を採用した背景には、スライドドアで乗客を挟み込む危険性があると判断されたことや4枚折りドに関しては、ワイドドア化による2列乗車制度の導入などがある。調停床オムニバスは、イスズ製車両を除き、オプション扱いでも2004年の途中まで、 グライドスライドドアを採用していたことが特筆できる。なお、2004年の途中以降の調停ョームニバスや、すべてのワンステップバス、年式にかかわらず一部のイスズ製車両は、スライドドアを採用しているが、2011年から2012年、紙機の新車を除き引き続き IC カード、多様整理券発券機が左右に、完備されている。そのため中型車並びに、 先の例外を除き2列乗車制度が採用されている。ドアチャイム2ステップは一般的なブザーである。ドアが閉まるときは一部車両を除き閉まりきるまでブザーが鳴ることが特筆できるが、ドアが閉まり始める際に一瞬音が途切れる。このような例としては他に国際工業バスがある。超低小オムニバスでは視覚障害者にも低床車だとわかるように、 オリジナルのベル型のチャイムが採用された。音色としてはどちらかというと固定電話の着信音や電車の発車ベルに近い。ツーステップ車と同じく閉まり切るまでチャイムが鳴るが、ドアが閉まり始める際も音は途切れない。車内ドアチャイムは音の高低差はあるもののすべて同じ2音の和音となっている。車外ドアチャイムはパナソニック電光製のホロホロブザーが主流であるが、 中には、同じパナソニック電光製の P という単純なブザーの車両や、電動式車椅子スロープの作動警告音や、ギフバスの車外ドアチャイムなどと同じパナソニック電光製のフリッカブザーもある。なお、車外ドアチャイムはドアが閉まる際は閉まり始める前しか、ならないものもある。日のポンチョ、岩田市バス用の日産ディーゼル RN 並びに一部の一般路線車など閉まる前のみ、 ブザー、チャイムが鳴る車両も存在する。トメローバス用車の417号車のみピンポンと一回、明動するチャイムを装備していたが、後に、ホロホロブザーに変更された。2009年以降の導入車は、全国的に見られる、太平電機製のピンポンチャイム、アナウンス仕様に変更された。なおチャイムの明動回数は、年式、車種により異なる。 車外へは従来と同じパナソニック電光製のホロホロブザーが流れるほか2010年式以降は扉が完全に閉まるまでチャイムが繰り返される仕様となった車椅子用スロープオムニバスワンステップに関しては車椅子用スロープが完備されているが回転幕の世代オムニバスは電動式車ャイススロープ排ガス規制がキロリットル以降のすべての車両では 手動の車椅子スロープである。これは、電動式車椅子スロープ関連のトラブルが多いことや、メーカー設定の消滅によるものである。なお、鉛鉄には、リフト車は存在しない。近年は、電動式スロープの車両で、電動式スロープが故障すると、修理することなく、撤去あるいは塞ぐ改造を行い、手動式スロープに変更された車両が増えている。 尺標準尺の車両がほとんどで、そこに、長尺車が加わるという構成である。以前は短尺車も存在したが、1994年の導入を最後に導入されていない。最終的には浜松南営業所に配置されていた UMP218K の2369号車、2471号車の2台のみとなっていたが、 2010年7月にどちらも廃車となり、遠州鉄道から短弱車が全廃となった。また、長弱2ステップは、UMP218P である2374号車の廃車により2009年末で姿を消した。なお、オムニバスのみの導入となった1998年以降は、導入車種において最も長い差しで導入しており、 ブルーリーボンブルーリーボンシティのみ長弱、他は標準弱となっている。また、ワンステップバスは長弱でのみ導入されている。窓、三菱不走エやロスターを除くすべてのツーステップは、メトロ窓を採用していたのが特筆できたが、設定消滅に伴い約 T 字窓となっている。2011年から2014年前期の新車は熱線吸収、熱戦九州。 UV カットガラスが採用され、カーテンが省略されているが2014年後期から、再び標準窓で、カーテンが設置されている。テールランプ2ステップは、ウインカーブレーキランプブレーキランプの3連テールを、採用していた。日の小松製大型、超低床バス並びに中型ワンステップ車、2003年式までの、イスズ製超低床バスは、 他の字型テールランプ仕様に変更して採用していた。三菱不走車は、キロリットル台まで、オプション設定の上部の補助ブレーキランプ、補助ウインカーランプを搭載した。PJ 台では補助テールランプの設定がなく、また、LKG 台以降は補助ブレーキランプのみ設定が、あるが搭載されていない。ワンマン機器運賃箱 NF-3E 型運賃箱運賃箱が、 RXFA1 に更新されて間もない頃の整理券、炎鉄バスではバーコード整理券及びバーコード整理券式運賃箱を長崎バス、函館市交通局とともに全国で最初に導入した。炎鉄では運賃箱の新旧を問わずバーコード整理券導入以降は整理券投入時と運賃生産完了時に音が鳴るシステムを採用している。 運賃箱は、以前は、函館市交通局と同じく、小田原機器製の RXFA1 型、運賃箱であったが、2003年度の IC カード、e、EG1 カード、ナイスパスの全身導入時に、レシップ製 NF-3 に更新された。2003年2月頃より導入された、レシップ製の運賃箱は、日本初のカラー液晶画面を搭載、視認性、 表現力に優れており、その後多くのパスも導入バス会社や、岐阜乗り合い自動車などでも採用された。車両により、整理券投入、大人生産完了チャイム、小人生産完了チャイムの音色が、それぞれにパターンずつ存在し、片方は、鉄道線と共通のものを採用している。IC カード、ナイスパスに入金するときには、 入金ボタンを押すことにより乗務員への申告なしに行うことができる。この際、運賃箱が積み増しします。カードを置いてください。紙幣を挿入してください。ありがとうございました。のアナウンスが運賃箱より流れる。春休み夏休みの子供一乗車50円期間中は、小児用ナイスパスは自動で50円となる。なお、 小児ボタンを押すと、自動的に運賃が50円となるため、ET カードや現金でも利用できる。一方、高齢者一乗車100円キャンペーンは、ナイスパスの場合登録された誕生日から自動で、年齢を判別し100円となるが、運賃箱には、高齢者ボタンは存在しないため、現金の場合は、金額不足と表示されるが、運転手が強制生産する。 ET カードの場合、そのまま通すと通常運賃が引かれてしまうため、整理券に関しては一旦強制生産した上で、金入力する。なお、鉄道線の各駅に設置されている IC、カードリーダーには、レシップ性のほか、作作性のものもある。ちなみに、子供一乗車50円は、鉄道線でも実施されるが、当該期間は、券売機の小認ボタンを押すと、 すべての駅までの運賃が50円と表示される。ちなみに、2002年度の一部車両における IC カード、試験導入時には、現在のレシップ CNF-3 ではなく、別の運賃箱だった。現在の運賃箱は、両替え、運賃紙幣として1000円札が読み込めるほか、IC カード入金用に5000円札、1万円札も、読み込むことができる。 しかし、二千円札は読み込めない。また、運賃には、一円玉や五円玉も利用できる。ただし釣り線は出ず、運賃を多く払いすぎると、不足の時と同じブザーが鳴るため、現金で支払う場合は、運賃ちちょうどの小銭を用意するか、事前に両替をしておく必要がある。なお、試験的に、バーコード整理券宅間釣り線方式を採用した。 こともあった。高速車並びに2012年以降導入の一般路線車には ET カードリーダーが装備されておらず使用することができない。運賃箱にはメーカーのロゴが付くのが一般的であり、現在導入されているレシップ製 NF-3 も多くの事業者でリシップのロゴが取り付けられている中、円鉄バスには取り付けられていない。また、E ウィング車両。 e ライナー車両にもレシップのロゴは取り付けられていないが、同車両には、円鉄グループのロゴが取り付けられている。整理券発券機現在の整理券発券機券ナイスパス処理機かつては、小田原機器製 3VT を採用していたが、運賃箱と同じく IC カード導入時に更新され、レシップ製となった。通常は、 カードリーダーを別に設置することが多いが、整理券発券基本体に IC カードリーダー、ライターを設置していることが特筆できる。ちなみに運賃箱同様高速車にも装備されている。なお、2002年度の試験導入時には現在と同じ機種が導入されたが IC 読み取り部が横倒しで、読み取り完了、エラー警告ランプがついていなかったほか、 本体記載文字の字体等が異なっていた。すべての小麦バス、大型車には、乗車口左右両方に整理券発券機が完備されており、2列乗車制となっている。炎鉄バスでは始発であるか、支払い方法が、現金、ET カード、お帰りキップなどの乗車票、1日乗車券、特別乗車券であるかなどに関わらず IC カードを、 乗車用リーダーにタッチする場合を除き整理券が必須となっている。IC カード以外で整理券を取り忘れてしまうと運賃箱に現金タを投入してもピンポン音が鳴らず、生産扱いとはならず、整理券投入待ちとなってしまうため乗車場所を乗務員に申告する必要がある。ただしシャトルバスなどでは運賃箱が均一料金設定で、 整理券が発行されない場合、また先払い方式や地上での乗車券、回収方式などで、整理券を使用しない場合がある。また、く、る、るや小林駅、日赤病院線の日のポンチョにも、整理券発券機は、装備されているが均一料金のため通常時カバーが、かけられており使用しない。案内表示機、LED 表示機、運賃表示機、車番。 運転手名札表示器の前形 LED、表示器ニュースを表示中の LED 表示器ここでは、鉄道線における表示についても述べる。なお、演習鉄道特徴的な施策も参照。全角8文字の横書き2段 LED 表示器が、運転席真後ろの広告スペースの上にある。上段には停車中は、行き先が、スクロールで表示され、走行中は、自バス停名。 運転手指名、次止まりますが表示される。下段は見えるラジオによる、文字情報、及び、現在時刻が表示される。自バス定名は、次は、に1文字使用するため、全角7文字以内の場合は、スクロールしないが、全角7.5文字以上の場合はスクロールする。また、後車ボタンを押すと、次は、が黒字に、赤文字から赤字に黒文字に変わる。 この表示器は、都営バスや、鉄道線のものの色違いである。運賃表示器運賃表示器は、運賃箱真上にあり、整理券番号が、デジタル2桁、運賃が、デジタル3桁で表示される。整理券番号がデジタルであるため、整理券番号に、欠番がある場合、始発バス停が1番でない場合、運賃が690円の区間が3つ以上ある場合に役立っている。 なお、こちらは一番左に、縦書き全角6文字の表示スペースがあるが、二段、LED 表示器と違い常に、バス停名を表示している。ちなみに、縦書きのため半角カタカナは表示できない。数字を含むバス停、ベル21については、縦書きは、中央揃えにならず上に詰めて、ベル21と、縦書きで、三様数字が表示されている。 またバス停、佐藤三丁目も数字を含むが、こちらは中央揃えで表示される。車番運転手名札表示器車番運転手名札表示器は、ルームミラー左にあり、外から見ると、ツーステップはワンマン、調停小バスは調停小バス、ワンステップはオムニバスと書かれている。なお2012年式以降の調停小バスは、ワンステップ車と同様に、 オムニバスと書かれている。社名表示等オムニバスワンステップバスツーステップには装備されていない。超低床バスはオムニバス、中型ワンステップは低床バス、大型ワンステップはワンステップと書かれている。前述の通り、転倒させることのできる車種とできない車種が存在するが、転倒できる場合でも転倒させるかどうかは乗務員の判断に任せられている。 座席煙鉄で採用されたハイバックオフセットシート基本的に中扉より前は右側2列、左側1列、中扉より後ろは2列 &2 列となっている。すべて前向きシートであり、横向きシートは HEV 試験車の251号車やコミュニティバス車両などのごく一部の特殊車両を除き採用していない。 標準仕様ノンステップ車では郊外型座席配置が選択されている。一部自主運行専用車、日のポンチョには横向き座席が存在する。なお、一部座席を除きすべてハイバックシートで、1995年以降は背もたれに降車ボタンが取り付けられている。また、背もたれの厚さが一般的なバスの座席よりも元来厚めだったが、 小低小オムニバスになってからは、さらに暑くなり、座り心地が向上した。同型上のハイバックシートは、京急バスの初期型ワンステップ車等に見られるのみで、全国的には少数派である。また近年の国交省、標準使用ノンステップバス認定車においても、ハイバックシートが導入されている。また、1995年以降のツーステップ車ではに、列席は、 全席オフセットシートを採用していたほか、調停省の KCMP747M も1997年式から1999年式に、関しては、車内右後方の座席のみ、オフセットシートが採用されていた。2000年式以降は、オフセットシートは一切採用されていない。ちなみに、HEV 試作車の251号車は、 例外で、メーカー仕様で、リースされたため、ハイバックシートではなく、前位の椅子の部分も横向きシートになっている。この他、座席背面の通常は、金属板になっている部分にも全車両で、モケットが貼られていることが特筆できる。煙鉄で採用された後車ボタン付きのハイバックオフセットシートの画像を参照。2011、2012年導入者は、 車内軌道性向上のため、右写真のように手すりが特殊な形状になっている。これは、全国でも他に類を見ない仕様である。2011年度導入者標準仕様のインステップバス、認定者である2013年、2014年の新車は、ハイバックシートの導入が見送られ背面の、モケット張りのない標準仕様のローバックシートに変更された。 また2014年式は後車ボタンが背面ではなく、標準仕様の壁設置である。2013年度導入者優先席中扉より前、タイヤハウスより後ろの部分が優先席となっている。かつては前位の椅子で故障が統一されていたが、現在は優先席の故障がほとんどとなっている。また、以前は前位の椅子にはシートカバーがついていたが、 現在ではごく一部の車両を除き撤去されている。方向膜前述した通り、膜式表示器は、後部膜はない。ローマ字表記は、LED 車のみ行われている。炎鉄発の全面ラッピング車である2004号車、浜名湖花博ラッピング車は、膜式表示器装備車で、後部表示器はなかったが、ラッピング時にリアガラスラッピング上部に、 園芸博までと表記しその右隣に LED 表示器を設置した。LED 表示器には緑色であと300日、とうとう2004年4月8日までの残り日数を表示した。この表示器は2004年10月11日のラッピング解除の際に撤去されている。全面方向膜についてワンマン化の前後には、 系統膜と行き先膜が分離されたものも導入された時期もあったが、その後の新車は、大型の一体型方向膜となった。それ以降は、分離膜は導入されていない。なお、分離膜においても途中からは、系統膜が冷暖房車は、冷暖房車、比例暖房車は、ワンマンの固定表示を経て、最終的に、新緑無地固定となり、番号も行き先膜に表示されていた。 一時期、全面幕には一部を除き、経営値等が一列で、書かれているものが浜松南営業所を中心に、投入されたが、現在ではほぼ消滅している。例、中島浜松駅、三島江の島園周浜、広沢医療センターと三塚循環八広沢医療センターさなる湖西岸、対、鴨江えさなる第さなる湖西岸、西岩浜松内外等スルー系統に関しては、 浜松駅の一つ四つ前のバス停発車、または通過時に音声合成連動で自動的に次の系統の方向幕に変更する。火災高台線7041ならば、広工事発車、または通過時に70浜松駅市役所青井高級から41青井北基地、花川運動公園等に変更する。 大塚ひとみが、岡三366ならば、市役所南発車、または、通過時に、36市役所浜松駅大塚から、北寺島大塚に変更する。なお、遠州浜、四地三塚線が、浜松駅通過系統第1号として、運行を開始した時は、方向幕は、サナル台、遠州浜のようになっており、浜松駅を通過しても、 方向幕を変えることがなかった。現在は、浜松駅、しじみつかさなる台、しじみつかさなる台と、途中で、方向幕を変えている。浜松駅通過系統、第2号のカバノショウ、沢渡り線は、上記の名残が残っており、現在でも、始発からスルー先の系統番号を表示して上部に、方枝浜松駅経由、東高浜松駅経由等の表示がされている。 LED 式行き先表示器のことを、円鉄では、電承幕と呼称しているが、電承幕に限っては、主要経由地を過ぎると、どんどん表示を切り替えていくことが特筆できる。例えば、浜松駅で、30館山寺村串弁天島となっていても、幾度かの表示変更を経て、最終的には、30弁天島となる。別の例では、 40の上りであれば、鹿屋町南の時点では、40高町浜松駅であるが、高町以降では、40浜松駅となり、側面の経由地も、高屋町百合の木通り田町中央通り、浜松駅となる。側面の経由地は、前面よりも多く、切り替えが行われ、経由地を過ぎるごとに、柔軟な表示を行っている。ちなみに、多くのバス会社の車両に、 装備されている臨時や貸切の方向膜は装備されていないため臨時シャトルバスや貸切運用等では円周鉄道である。なお、LED 車の前面フルドット LED 車の側面方向膜では円周鉄道の左に演鉄のロゴが表示される。余談ではあるが車両に該当する行き先の方向膜が存在しない路線を走行する。 場合、円周鉄道幕を検出し、プレートで案内する。ただし、運賃生産の関係上音声合成のデータが入っていることが前提条件のため、LED 車ではこのような現象は起こり得ない。番号は回転式方向幕ではのようにすべて角の丸い四角形で囲まれ、方面別の系統色で色分けされている。詳細は、 こちらの項を参照。また、8、対というように、ハイフン付きのものは、それぞれの色により囲み方が異なるほか、マイナス4の、ように、ハイフンの右側の数字が小さくなっていることもある。伝承膜では、基本的に膜が塗りつぶしを呼び、系統番号が、白色は枠に囲まれる。ただし、 配分付きのものは、基本的に回転式方向膜と囲み方を合わせて、あるほか、一桁の番号ではのように四角囲み、半角数字とすることにより、数字に取る表示スペースを削減している。バスの伝承膜は、法的理由によりカラー表示できないため、回転膜車のような系統色分けは行われていない。回転式方向膜は2000年に導入された一部車両を、 覗き、同期診断式と呼ばれる1コマずつとまるものである。一般的に、方向膜に関しては設定器を設置することが多いが、音声合成設定器で一括で操作するため、小林駅、日赤病院線専用のポンチョ1台を除いて、設置されていない。小林駅、日赤病院線は、小林駅日赤健康管理センターの距離が、 それなりに長く、音声合成の設定とは別に、方向膜を切り替える必要があるため、音声合成との連動とはなっておらず、名鉄バスなどと同じような電承膜設定機が設置されている。なお、演鉄の車両では唯一の非連動である。また、電承膜では、車内から LED 番号を確認できるようになっていることが、ほとんどだが、演習鉄道では、 方向膜確認用の社外ミラーが設置されていることもあり従来では省略されていた。しかし2011年式以降は全面電照膜裏の運転席側のみ LED 番号表示部が設置されている。この表示部は電照膜設定器を兼ねているが通常時には使用しない。なお、回転式方向膜の場合この部分に微調整用の 手動上下スイッチが設置されている。側面方向膜側面方向膜は縦書き形式で左から右へ読む。フルドット式を含めて電照膜のみ上部に番号だけでなく行き先表示があり、浜松駅など主要バス停始発の路線では始発バス停にてスクロールでこのバスは30上山寺温泉行きです。とうと流れるようになっている。 初期の伝承膜は、が3つ、すなわち、経由値が4つ表示で固定である。そのため、階層膜や、円周鉄道膜、一部の直通路線の膜を除き、すべて4つの経路が表示される。2004年より、側面方向膜が、フルドット式 LED 表示器となり、膜式表示器と同様に経由値数の増減が可能となっている。2007年式、 エアロスターの例なお、方向ばっかには、基本的に窓があるが、中型2ステップを除きその窓は開閉することが、できない。また、その部分は、カーテンも省略されている。降車ボタン降車ボタン付きの背もたれ降車ボタンは、2ステップは前扉、中扉どちらか一方でも開いている間、オムニバス1ステップは、前扉が開いている間はならない。なお、 締まりきらないとならない。なお、1995年以降導入の車両では一部を、除き降車ボタンが、前の座席の背もたれに配置されていることが特筆できる。形状は、2009年現在残存するものでは、主に5種類ある。年号は、車両の導入年を表す。百九十四年式車の降車ボタン百九十五年式車の、 校舎ボタン2011年式車の校舎ボタンなお、1997年から2006年の車椅子用ボタンは主にメインボタンと同じタイプだが、都営バス等で多く導入されている P となるタイプの形状のが一部のオムニバスの車椅子用校舎ボタンとして設置されている。HEV 試作車である251号車、エルガミオワンステップ450号車の地に、 岩田営業所にも、同系車両の737号車や、休憩 g m p 3 5 f p の791から796号車が3方を、原、岩田、立山寺、天竜営業所に導入された。2014年2月三菱、不桑屋ロスター HEV 館山寺営業所399号車が、廃車。前年に、 三方現営業所398号車も、車両不具合により、廃車されたため、炎鉄バスから、三菱不走エアロスター HEV が全廃。2014年10月、日のブルーリボンシティキロリットル風 2P の天竜、営業所173号車が廃車。同年夏に、岩田営業所の172号車も故障により、廃車されたため、炎鉄バスから、 ヒノーブルーリボンシティが全敗。2015年6月、三菱不装アロスター KCMP747M に初の廃車発生。立山寺営業所2004号車が廃車になり、後に、三方現営業所と細営業所、岩田営業所で、浜松22台ナンバーの同系車、計6台が廃車。2015年8月、 日野ブルーリボンノンステップ KC 風ニプスとイスズ、L がキロリットル LV834N1 が全敗。最後まで残っていたのは、日野ブルーリボン KC 風ニプスが三方元営業所88号車、イスズ L がキロリットル LV834N1 が三方元営業所219号車、優等営業所221.299号車。 細江営業所298号車だった。2015年11月、炎鉄バスから、有機世代の路線バス車両が全廃。最後まで残っていたのは浜松東営業所にいた、エアロスター UMP218M の2554号車だった。ただし有機世代の車両は、浜名湖協定送迎バス用や、スクールバス用などに、貸切型の三菱エアロバスと、 三菱エアロミディが数台残存。2016年2月、エ鉄バス発の三菱不装新型エアロスター導入。952号車が、立山寺営業所、953号車が、優等営業所、954号車が浜松東、営業所にそれぞれ配属された。ワンステップバスのため、形式は791から796号車と、 同じ旧 k g m p 3 5 f p のままとなっている。2016年5月浜松東営業所に在籍していた三菱不走やロスター KCMP747M の104号車が行き先表示を幕から LED 幕に変更。後に104号車はターミナル営業所に転属。転属先のターミナル営業所の車両は 他の営業所の予備車両としても使われるため、そのことを考慮し、LED 膜に改造された。キロリットル MP37JM の初期の LED 膜車とほぼ売り二つの外観となったが、104号車は、KCMP747M のためリアに LED 行き先表示器を搭載していないのが特徴となっている。2016年10月。 細江営業所の2594号車と2688号車の廃車により高速対応仕様の路線バス車両が全廃。さらに細江営業所の2688号車と2750号車の廃車により椅子図製大型ツーステップバスが全廃になる。2016年10月浜松東営業所の車両から 新型運賃表と新型運賃箱への機器更新が開始される。新型運賃表はレジップ製 LCD モニターを採用した。また、新型機器を搭載した浜松東営業所系 CMP747M の102号車は方向膜をターミナル営業所104号車同様に膜式から LED 膜に変更した。 後に102号車は元、天竜営業所の日のレインボー HR206 号車と、共に、新型機器の試験者扱いになり、各営業所の新型機器の試験のため各営業所を、点々としている。2016年10月演鉄発の、新型アロスターノンステップ休 k g m p 3 e 8FK、イスズ新型、エルガ q d g l v 2 9 0 n 1 日野新型ブルーリボン QDG キロボルト 290N1 が導入される。986から988号車が日野新型ブルーリボン。989から992号車が新型エアロスターノンステップ。993から998号車が新型エルガとなった。J バス製の新型エルガブルーリボンは共に AT 車で導入された。 また、今回は、J バスでのワンステップバスの設定がなくなったため、ワンステップバスは1台も導入されなかった。2016年11月空港直行バス EU ウィングに、初のイスズガーラ導入。この台から、バスの営業用ナンバーが1000番台に突入した。10から01号車がターミナル営業所、10から02号車が岩田営業所に配属された。 この配属によりターミナル営業所の車両2台が、細江営業所に玉突き転属し、貸し切りバスから改造された古参車2台が、廃車になっている。2017年7月縁鉄高速路線では、初の日のセレガが導入。ターミナル営業所に、E ライナー用10から45号車、E ウィング用10から46号車が導入された。 これにより E ライナー予備だった338号車が E ウィング E ライナー兼用化改造され岩田営業所に転属さらに E ウィング用608号車が細営業所に転属し昨年ターミナル営業所から転属した E ウィング E ライナー兼用だった26から91号車を置き換えたありがとうございます